吉田さん、オリンピックですか、クソくらいですね、私にとってみたら。なんでそういうね、ことになるかというと、オリンピックというかね、興味がないからなんですよね、基本的にね。だから、盛り上がる人が多ければ多いほど冷めるみたいな、そんなことがあります。しまいにはね、悪態ついてしまうというね。だから、特に盛り上がりがなければ、スポーツでね、競うってのはとってもいい形だなと思いますし、世界がね、戦争で優劣を競うよりも、経済的になんか戦争みたいなことするよりも、スポーツでね、パリッと決着をつけた方がいいなと思うのは、ロッキー4を見てもやっぱね、感じることですね。ですね、基本的にはオリンピック本当にすごいなと思うんですよね。私もスポーツマンの端くれとしてですね、いろいろと思うところがあります。ただやっぱりね、なんていうんですかね、勝った人しか脚光を浴びないっていうところに、オリンピックは一定のちょっと寂しさがあるかなと思いますよね。金メダルを取った人はものすごく脚光を浴びるんですけども、でも日本の代表としてね、戦ってくれた人、これに私たちは思いを馳せることが結構多いんですよ。どんな人があと一歩でっていうところで無名で終わっていくのかなとかね。例えて言うと、海外に派遣された自衛隊員の方のご苦労を誰も知らないってことですよね。だから自衛隊反対とかね、なんか防衛費削減とかってデモは見えますけども、でも自衛隊がなくなって一体誰がこの国を、命を捨てて家族と別れて見ず知らずの土地に行ってね、私たちを守ってくれるのかなと思ったら、敬意しかないかなっていうところですね。で、それと同じようにオリンピックで戦ってくださってる方も、一歩間違えたら無名なわけですよね。金銀銅とメダルを取ればまだしも、取れない人もいるわけですよね。で、取れない人の方がやっぱり多いわけなんですよ、代表選手の中でも。で、仮にメダルを取っても目立たないですよね。その道の人だったらあれですけども、じゃあ前回のオリンピックのメダリスト誰ですかって言って10人挙げれる人はあまりいないと思うんですよ。そう考えるとものすごく勝負の世界因果なもんだなと思いまして、メダリストでもその後非常にね、苦しい人生だってことを私聞きます。そう考えたら、なぜかね、オリンピック利権に群がる人は自分が走ったり跳ねたりしてるわけでもないのにがっぽり儲かるというところに、私はオリンピックに対してね、クソくらいと思うわけなんですよ。選手に対して思ってるわけじゃないですよね。そして吉谷さんが確かにオリンピックをね、見る意味っていうのはよくわかります。卓球でご経験があってね、そこにあれ、なんとか先輩じゃんみたいな感じがありますよね。私そういうのは全くないんですよ。というのが、表舞台に立つような先輩を持ったこともないんですよね。どちらかというとね、裏舞台で活躍して将来はどんなね、犯罪を犯すんだろうかと、あれ、なんとか先輩逮捕されとるぞみたいなのはね、あるかもしれませんけども、あれ、久保先輩逮捕されとるぞと、新聞に出てるぞみたいなのは私の方でしたね。島根県警山陽新聞にボーンと出てしまいましたということで、なんともね、情けないことでございます。ただそうですね、先輩に対して言えるのは、宇宙戦艦ヤマトの羽原先輩は、監督としてね、日本全国に名を轟かせてくれました。でもこれも宇宙戦艦ヤマトに興味がない人はなんじゃそれって話ですよね。だから自分に興味がないことで、いくら盛り上がっててもちょっと寒いなって思うのは、なんかどの道を行っても同じなのかなと思っちゃいますよね。だからあれですよ、会社に入って上司の昔話にものすごく嫌気がさす後輩とかがいるっていうのは、新入社員がいるっていうのはそういうことなんですよね。でもこうも言えるんですよ。私は吉谷さんがね、いや青森山田の先輩が出てたんですよみたいなこと言うと、あ、そうなんだ、オリンピックもあ、なんか見ときたいなみたいなね、そんな気持ちやっぱなるんですよね。自分の先輩じゃなくても自分の知り合い、この吉田さんの先輩が出てるってなると、あ、結構卓球も面白いんだろうなってやっぱ思うんですよね。で、どういうことかっていうと、自分の昔話に興味を持っていただけるかどうかっていうのは、そもそも自分に興味を持っていただけるかってところがなければ、なんじゃそりゃクソくらいだって思われるのか、あ、そうなんだっていうふうに思われるのかの分かれ目があるんですよね。ですんで今回吉谷さんがね、やっぱ少ないアクセスで高い売り上げを立てたのも、
吉谷さんにものすごく興味を持たれていたっていうことなんだろうなと思うんですよ。まあ、日本全国津々浦々いろんな人との関係がある中で、その購入見込みの方っていうのはもう吉谷さんのことが毎日頭に浮かんでるんですよね、うん、そして吉谷さんの持ってる能力にとても信頼を置いて、自分も何かできるかもしれないっていうふうに希望を持ってると思うんですよ。それはドリームアカデミアの実績者の方をどん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 紹介してくれたっていうところでもあると思いますし、まあ、億万長者合宿のリレーをはじめとしてね、やっぱり動画のやり取りっていうのがあのピンポンのリレーみたいにね、もう無限に続くんじゃないかみたいな、この人についていったら自分もリレーの筋肉ができるんじゃないかなっていうところもあるんじゃないですかね。そして少ないアクセスで売り上げを取る、ね、300万とかね取っていくっていうこと、これをやってる人っていうのがあんまりいないんで目立つんですよね、きっとね。実は昨日ね、私の YouTube にいろいろとアドバイスをしてくれた方がいたんですよ。あの久保さんは動画を上げすぎてるんで埋もれちゃってね、逆にアクセス減ってファンの方減りますよっていうふうにその方はアドバイスしてくれたんですよ。いや、ありがたいアドバイスなんですけども、このやり方で私はこういう売り上げを立ててチャンネル登録も見ての通りですよと。一つ一つの動画のアクセス確かに少ないでしょと。でも30のアクセスの中で50万60万という売り上げが立って、究極は1アクセスで30万という売り上げが立つんですよ。だからこれを広告収入目当てだっていうふうに見るとなんじゃこりゃって見えるけども、そうじゃないんですよと。少ないアクセスで売り上げを取る、まあそういうところをやってるわけだし、多くの方はアクセス取れないんで、じゃあ少ないアクセスの中で売り上げを取れるようにした方が、まあ理にかなってるんじゃないかなっていうお話をしたんですよね、うん、やっぱその方はちょっとね YouTube の経験それほどないというふうに私は見たんですけども、そのアドバイスをしてくださった方は実際少なくとも1万本くらいね動画を撮って、その自分の実績からデータを掘り起こしている人の話は聞く価値があるなと思うけども、あなたは見たところ YouTube 1000本2000本程度でも撮ったんですか、数百本でも撮ったんですかって聞くと、まあ、そこまではやってないって言うんですよね。だから要するにマーケットに落ちている誰かの実績を持って自分の実績で、うん、なんていうのかな、隠居暮らしをしている私にアドバイスをしてくれたんですよね。だからある意味それは余計なお世話だったり、あなたは聞きかじりの知識で実践だけの私にね偉そうなアドバイスしてるけど、また忘れてんじゃないのっていうことにもなるんですけども、でもそこで私も謙虚になって、いわゆる YouTuber を目指す人にスタンダードなね教科書通りのアドバイスをしている その方の言うことを聞いてみたらどうなるかなっていうふうな新しい興味もあるわけなんですよ。まあ、ということでね、あの間を取るような方針で、昨日は話を終えたんですけどね。だからまあどの角度で何を見るかっていうことと、あとはやっぱりね、何でしょうね、その話す相手の信頼関係とか興味とかがすごく大事になってくるのかなと思うんですよ。まあ、吉田さんが少ないアクセスで売り上げを取り続けてること本当すごいなと思いますし、一件一件丁寧にやったところでね、それが起きないこともありえるんですよ。でそこには数限りなく人と対話をしてきて、どんなクエスチョンにもいろんな角度のアンサーをしてきたという吉谷さんっていうね、継続の賜物だと思うんですよ。多くの方は継続をしたことがないのに吉谷さんのね真似をしてうまくいかないからなんだこれってなると思うんですけども、いや、そういうところを通り抜けて継続していくってことですよね。継続してきた人の3年5年10年の3年目5年目10年目という一番最後のベストなエッセンスだけを真似してもそうではなくてうまくいかなくて、じゃあ、反復する期間も真似ないといけないですよね。3年かかって1億って言うんだったら、よし自分も3年後に1億儲けるぞみたいな感じで3年後を目指してやらないといけないですし、少なくとも半年とか1年で3年5年を積み上げてきた人と並ぼうというのがちょっとおかしな話だなと思いますよね。そう考えるとやっぱりオリンピックで金メダルを取るってことは、過酷なトレーニングをね継続してきて離脱しなかったっていうことなんでしょうね。そして恐怖にも打ち勝ったってことだと思うんですよ。だってやり込んだ結果金銀銅メダル全部取れなかったら一気に目立たない人ですからね、無名な人ですからね。当然二度とスポットライトを浴びることもないでしょうし、本当になんかあれですよね、
スポーツ界っていうのは厳しいですよね。頂点に立つ人、本当に一握りというか一つまみしか肯定されないっていうね、なんかそういうところもあって、オリンピックっていう括りは私あまり好きではないかなと思います。ただスポーツマン一人一人が汗をかく姿は大いに称賛したいですし、そういうふうにね、あと一歩ってところでことを成してない人のこともやっぱりね忘れられないと思いますね、それはビジネスをやってきても大きな売り上げを立てられなかった人もやることはやったっていうところ、まあ、そういうところがありますから、ビジネスは結果が全てとは言いますけども、私は結果が全てじゃないと、まあ、なんていうかな、思ってあげたいなっていうところもありますね、はい、ですんでオリンピックね、私は今回のオリンピックにものすごくネガティブなイメージ持ってますけども、それはやっぱり政治の力、オリンピック組織委員会がどうしようもなかったからそう思うだけで、選手一人一人がそのステージに上り詰めたってことはね、大いに評価したいなと思いますね、まあ吉田さんも辛いトレーニングをしてきたってところはね、私もスポーツマンの一人としてね、武道家の一人としてトレーニングは本当生半可じゃないですよね。それと同じぐらいネットビジネスでトレーニングをするってことも生半可じゃない、甘く見るなってことですよね。まあ手取り14万の人は厳しいけども、手取り14万しかにならなかったこと、手取り14万に着地することしかしてないんで、オリンピックで例えるとですね、代表にも選ばれない、オリンピックに希望することが恥ずかしいぐらいのことしかやってこなかったかなと思いますね。ビジネスの世界でですよ、人間的にダメって言うわけじゃないですからね、これね、上げ足取る人いるんですよ、ね、稼ぐだけが人生じゃないみたいなこと言う人いるんですけども、違う、ことビジネスに限って言ったら手取り14万ではやっていけないでしょって、手取り14万を目指してビジネスの世界に入ったんですかってことをね、ちょっとね、ごちゃにしないようにということでございます。それではいってらっしゃい。